ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は本能寺の変シリーズ第14弾、秀吉は地獄耳です。大好きで持論持ってる方たくさんいると思うよ。ぜひコメントにあなたの説をいろいろ書き込んでね。ただし、このコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ第14弾だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。これと太地記は、本能寺の変から4ヶ月後に書かれた最初の本能寺の変に対する軍記物語だ。これは明智光秀を天正10年6月13日に、山崎の合戦にて破った羽柴秀吉監修で書かれた大村優子著である。6月3日夜半はかり、密かに通信あり。秀吉これを聞きて、心中収章限りなし。伝説によれば、羽柴秀吉は、周り側に、本能寺の変を伝える空子をたまたま捉えて、本能寺の変を知ったとされている。または、周り側の陣と間違えて、羽柴側の陣に迷い込んでしまった。バカな空子から知ったとされているが、どうやら違うようである。ここにははっきり「密かに通信があった」と書かれている。通信とは、明らかに想定している身内から情報がもたらされたという意味となり、怪しげである。その後出版された太閤記には伝説通り噂が聞こえてきたと記載されることから、これと無本記が事実と捉えたくなるな。だけなか半兵衛が死去した後に軍師となったこの黒田官兵衛の、黒田家公式資料とされる黒田家譜を見てみよう。来よるこの時ばかりに、京都にありし信長の新長谷川蔵人より飛脚来たりて、吉高黒田官兵衛に直に対面し、昨日2日京都において信長公の豚と京明智風が守る光秀が殺し祭りたるよし、密かにされて情を捧ぐ。ここには長谷川蔵人が羽柴秀吉に京の政変の一報を送ったと記載されている。この長谷川蔵人とは、もともと京都または堺の有力町衆だった。どちらかは定かではない。天正元年1573年頃から信長の家臣として働いていたようである。天正6年1578年に主催された茶会において、織田信忠、明智光秀、羽柴秀吉、丹羽長秀と共に出席者に名を連ねている。武将というよりは茶人の色が濃く、こういった茶会を通して織田家の有力武将にも顔が利いていたのだろう。もちろん羽柴秀吉との接点はあったはずである。また茶人の顔を持つ彼が戦争へ利空とも交友があっただろう。となると、戦争へ利空は織田信忠と茶会を催す予定だったため、信長信忠の動きは逐一耳に入っていたはずである。この長谷川蔵人を秀吉の元へ送ったのは、戦争へ利空の可能性が高い。本能寺の変が勃発した時、柴田勝家は京から約310km ほど距離があり、滝川一松は約450km、備中にいた羽柴は200km ほどであり、織田家最有力の羽柴軍が一番近い存在であることを長谷川蔵人は知っていたのだろう。そこで直ちに備中に向けて飛脚を飛ばしたのだが、備中へは山陽道が一番近道であるが、おそらく光秀軍の封鎖処置があり、いいと羽柴軍へ近づけなかったと推測する。そのため長谷川蔵人は丹波から立間に入り、備中へと山陰道を通り、羽柴軍へ政変の一報をもたらしたのだ。明智光秀の所領は丹波である。東大元暮らしとはこのことである。まさか自身の寿命を縮める使者が自国の労働を素通りしていたとは、光秀も無念であったろう。秀吉の弟羽柴秀長が丹波の国衆約主計頭に宛てた天正10年6月5日付の書状が残っている。確かに申し上げます。さて、そちら方面、薬師の本拠地田島、丹波国境沿いの薬の地域においては、羽柴家の家臣の者どもが、
なんとか近江、長浜まで往復しておりますが、それについて、山陰道を安全に送り届けて、いただきまして、大変ありがたく存じます。ますます、今後とも往来がありますでしょうから、特によろしくお願い、いいたします。幸楽。なんと、丹波の薬師の協力を得た秀長が、秀吉に従って、備中高松城近郊にいた6月5日以前から、備中から姫路を経て北上し、田島から丹波を通り、京都さらには、近江までのルートを確保して、使者が、その間を往復していたのだ。羽柴秀吉は、常に、中央の情報を確保し、身の振り方を決めていた可能性がある。次回は、今日からの3通の手紙です。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や、面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。